あかん、もういけそうやった、いけそうやった、もう無理ですね。ロープで懸垂やわ。うわ、登りを返せやな。さっきの登りを返せやな。めっちゃ登らんなんで。今日は宇田家行かないそうです。はい、ラストさんのこのカバーって20リッター用のカバー、別に家買われてるやつですね。雨が降ってきましたね。靴が一番命ですから。そうですね、やっぱりあの何が靴ってこと、あのソールも非常に激しいですよね。タイヤのスタッドレスと一緒ってこと？そうですね。僕この今履いてるこのコロンビアの靴、去年の夏買ったんですけれど、もうだいぶあのグリップ力はねすごくいいんで、でも。キャラバンの靴とこう併用しながら使ってるんですけど、もうだいぶ減ってますもんね。まあそれはもう歩かれる山の数で変わってくるから、もうそれはしょうがないんやけど。なんかこの靴が気に入ってるから、また同じの欲しいなと思うんですけど。欲しいですよね、同じの。そうなんですよ。去年あのこのリンクのアウトレット行って、1万ぐらいだと思うから。安いじゃないですか。そうなんですよ、すごくあの別に値段上がっててもいいから、この靴欲しいなと思うんですけど、前見に行った時なかったんで、ネットとかだったら片番で、値段が安い時だね。でも古すぎたらね、これだけでも、ちょっと古くて、使う時もいいんですよね。在庫を置きすぎると、劣化するから。なんか僕、日頃 25.5 から26の靴なんですけれど、なんか 26.5 がちょうど店頭置いて、入ったら、あの、小さすぎて、ほんで、じゃあ27探してきますねって言ったら、
すみません、28しかないんですって言われて、それは無理だね、さすがに28無理ですわれて、それでは無理ですよって入った、あれいい感じかも、と思って僕の足が違うのか、サイズが違う、今履いてるのこれ28なんです。え、いけるんですか。もう全然もう、いや、あの海外とその日本とのちょっとあれが違うかもしれへん。測ったんですか。測ってもやっぱ28で、別にこのめっちゃ隙間があるわけではないですし、前は空いてるんですか。いや、そんなことないんですね。いや、だから日本の28とこのコロンビアの海外の28が本当は28という表示じゃないんじゃないかな。海外のでなんか何インチとかなんか本来は、いや、なんかあのタグ見てたらその相当で計算をしてるけど、ヨーロッパ表示とかなんかいろいろ書いてて、うん、日本表示で28とは書いてないんですよ、ね、うん、そうそうそう、だ感覚の違いかもしれへん、もしかしたら、うん、で外人と日本人って違うしさ、足の形が、ね、厳冬期の靴、去年あのメロカリで買ったんですよ、モンベルの。その時もあの足のサイズはもう、試し履きノンベルでしてたんで分かってたんです。じゃあやっぱり厳冬期の靴は 27.5 でしたね。まあ27でもいいって言われたんですけど、うん、そうですね、いやいや絶対狭いですって、それ誰が言うたんですかって言われて、途中で目覚めて起きて外に出ようと思っても、もう身動きがなかなか取れない。いいですね、広すぎて寒いですけど。またカメラ出してきても、はい、もうお疲れ様、お疲れ様、よく頑張りました、頑張りましたよ。はい、出てきた、出てきた。はい、ここから行けるんですか。ここ緩いな。緩く出てるな。はい、ここ入っていくんだけど。いや、それも考えてるんですけど、ね、でも、引いてるのがね、上が引いてると、あの、でも、あの、この間、まさきさんのサークルで思ったんですけれど、うんうん、男の人は、あの、アルプスとか竜骨っていう男の人は、うんうん、僕がトレーするっていうのに20キロ担いできてはったんですよ。そしたら、やっぱり、どうしても遅れていくんですよね。なるほど。じゃあ、やっぱり、ちょっと、あの迷惑かけるなぁと思って、うん、いや、みんな遅いですよ。いやいやいや、いや、ほんとに、なんか重いもん、無理だもん。だって、今日のペース、僕ついていくの、しなかったですもん。いや、これ、重さ入ると、足動かないですよ。遅いわよ。あ、そこあります。おい、また、ヤンカに入りましょう。ようやく。馬乗せでトイレありますが、降りていくとササユビの人生地が。
ここ？え、ここなんや。もうちょっとね、向こうです。ここがね、結構大きい立派なおるやん。あの、ボリューム。めっちゃ、え、あれ、え、一本であんなに咲くもんなの？まあ、まだ咲こうとしてんな。あそこも上にもあんな。すごい。笹ゆりです。これも咲こうとしてるね。これまた。これからまだまだ咲く感じですね。アジサイやな。何アジサイやろ、ガクアジサイ、何やろ。アジサイもいろいろ名前ありますもんね。あれもアジサイ、あれあれもアジサイだな、違うかな。もう高いよ、あれだけ。いや、あの、もっと群生地がもっとある、もっと下みたい。めっちゃ降りていかなあかんじゃん。まためっちゃ降りなあかんじゃん。あ、おすんこ咲いてる。おすんこ咲いてる。おすんこ咲いてる。そうやん。取ってきてもらおうかな。ちょっとこれしんどいぞ。でもこの辺もそうやね。その辺？その辺か。ここも咲いてる。その辺いっぱい咲いてるわ。その辺いっぱい咲いてるわ。多分その辺ちゃうかな。あの辺もいっぱい咲いてるわ。わ、めっちゃ咲いてるやん。 GoPro では撮れへん。あ、ここもほら、でここね、そばで、すごい。ササユリです。ちょっとちっちゃいな、これ。咲いてます、咲いてます。これ綺麗わ。送ってもらおう。私は冒険しますね。入れて。冒険したいけどできないの。来てくる。もう登山が冒険ですから。ね、すげえ。名言残しますね。もう長田さん今日はギリギリで登ってましたね。あれがあれがクマちゃん夫婦の登山スタイルなんです。
ありがとう。無敵さんも言うね。嬉しいわ。僕も皆さんの方向性に合わせてしまう。ありがとうございます。携帯何？iPhone。はい。チーズ。親父ちゃうわ。今笹百合の一番合成してるところが多くて、みんなやっぱり大体7年ぐらいかかって作るそうです。で、これから販売。アンドロイドやから。ご飯。エキスペリア。でもね、使いこなせでない。全然分からへん。頑張ってください。みんなみたいにこう。でもやっぱ iPhone が使いやすそうやけどな、映像とかその画像とかそのみんな加工するの何するのも。iPhone これだけやもん、ずっと。私、ずっとこれやから。書いてないの。私、前は Android 使っとって。で、息子たちがみんな iPhone 使ってるの。私、ずっと。これ立派やな。あれは。歩き出したら写真に撮ってはい。はい、映ってますよ。頑張ってください。もうちょっとです。よいしょ。うわ、なんかガスってるやん。さっき東屋って言ってました？え、僕そんなん聞いてない。って言ってたような。ここで止まっといたらいいって。言ってたような気がする。やっぱり。もうもうあの
目的は達成やろ今日、うん、笹百合さん見れたから、うん、本当に切れてますよ。いや全然切れてるように見えませんけどね。全然切れてるけど切れてますよ。はい、なんて今美智子さん見ててもなんか息止めてるように見えませんもんね。いやもうもうすぐ先行ってかな。最近死にかけたあずまや先だって。あずまや先です。入ってください。はい、左に行けるところだ。じゃあ。帰ろうと思ったの。うん、みんなの来たの。あの探しに来て。ある。でお散歩行ってこようやって。あ、そうなの。ウォーリーを探すならぬみおさんを探す。ありがとう。皆さんお久しぶりです。どこ行くんですか今から。今から向かってご飯なんですか。え？東屋。なんか混んでるで。あ、混んでるの？本来もうぜひ東屋めっちゃ久しぶりやる。ね。誰とかな。めぐみさんもうちょっとあの入ってもでもいいです。あの外に外に出てきて。めぐみさん外に出てきて。で女性もう一人前めぐみさんの横。YouTube って大丈夫ですか。ダメな人って言いますか。YouTube ダメな人。大丈夫。そんな映らへんわな。はい。めぐみさんの横誰か入ってくれる？めぐみさんの横。横。はい。さとみさんこっち。さとみちゃんこっち。さとみちゃん右横。いいね、はい、はい、後ろちょっと入ってもらって、はい、もっと、はい、座ってもらって、ほんで、これ大丈夫？全然入ってないです。入ってない。茂木さんまで入ってます。私入ってる？余裕で入ってるわ。あ、そうやね、もうちょっと詰めれる？詰めてあげる？そう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 、いけるかな？あ、もうちょっとめぐみさん、もうちょっと待って。ごめんな。はい、行きますよ。僕はね、あの中田さんの横に入りますんで、めぐみさんもうちょっとかがんでもらっていいですか。はい、一回行きますよ。はい、チーズ。そうしたらちょっと入る。はい、はい、チーズ。もう一枚。はい、チーズ。オッケー。それぞれ撮ってほしい方行きます。ありがとうございます。すいません、再会2週間ぶりの再会。3人、はいはいはい、写真ね。はい、行くよ。
私です、ありがとうございます。視聴者さん増えました。あのくまちゃんの冒険です、よろしくお願いいたします。くまちゃんの冒険です。お会いできたら嬉しい。すいません、皆さん注文いいですか。皆さん注文オフです。そこ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 知り合い有名じゃもんな。皆さんお疲れ様でございました。僕の職場の元一緒の方で、サナエさん、インスタも名前やってなくて、いや、やってません、勝手に覗いてくれてますからね。で、そのお友達の、どうぞ、あ、どうぞ、沙織さんと、はい、あやちゃん、ドッキリで、もともと知ってました、来るの黙っときって言われました。はい、ということでまたグループ入れときますんで、また写真共有してください。はい、まあまた、どこかでねお会いできると思いますので、よろしくお願いします。もう境に見に行ってはるということなので OK。 あ、でも待ち忘れた。待ちいいの？あの、あれがいいね。ライターかなんか。もう誰か持ってへん。忘れた。ライター持ってる人いませんか？それ買わなあかんかってや。お弁当おいしいですか？美味しいですか？いや、まだ食べてないですよ。美味しいと思います。美味しいと思います。うわあ、美味しそうやな。鮭が美味しそう。鮭が美味しそう。これはあの二条山のあそこ二神パークで。はい。みんな、これやっぱりガスないわ。ガスないわ。火ないわ。ガスはね。ガスはね、いっぱい。じゃ火がないね。カチャが。すいません。あの。ありがとう。大丈夫。これできた。うん、暑いか寒いか。冷たいのも暑いから、ここで年賀予想もいけた。美味しい。美味しい。食べちゃったあかんから、1個上は私食べる。それ何？その手振りが視聴者回数が増えるんで、イエーイ、カチャ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 。大丈夫、大丈夫です。大丈夫です。食べようと。ねえ。あ、みちこさんの焼いた美味しい。美味しい。美味しい。美味しいって。なんて？美味しい。いや、美味しい。お届けしてるんですけど、何なんか怒られてる、なんで。いや、美味しい、美味しいよね、美味しい、ほら、美味しいって、ほら、美味しいって。お弁当買いはったの？え、弁当も食べてた。あ、食べたい。あ、まだおにぎり2個残ってる。すごいな、よう食べんな。あ、おにぎり焦げ、あ、そうわ、焦げの煙やった。でも、もうええかも。
めぐみちゃん、はい、なんか、うん、どうしようかな。めぐみさんいただきますこれ、はい、ほら、一番最後、ね、ちょっとお皿借りますここで置いていいよね、これあ、カレーいっぱい出てくるのでね、なんかトモキ食べてたらカリッとして美味しいですね。土曜日とか、カレーの日曜日とかでも美味しいそうです。美味しいですよ。まあ、ほんで、あの、私レディーどうぞ見てみよう。やっぱ行ってる。あ、でも、ね、安定はする。まあ、このもうちょっと休むのよ、絶対これ。こっちが前って分かってんの。いや、こっちこっちこっち前、こっちが。こっちが前な、こっち前な。みつこさん、こっちが。後ろ倒れたあかんで、後ろ倒れたあかんで。おー、いけるいける。あ、全然。さすがジムがよ。でもな、これな、多分な、なんていうの、ちょっと疲れてる時は、寝そうになる時。僕もちょっと座らせてもらっていい？はい。どうぞ、取ろうか。山田さん。面白い。どうですか。うん、安定してはいい。でも楽やって、それはまあちょっとあれするのすごい楽と思う。で、僕どっちか言ったら腰悪いんで、うん、低い椅子やと、痛くなる、ね、痛くできるだけ高く落ちて。どのくらいの重さ。そんな重ないんか。軽いわ。これやっぱミッチーな。どれ、あ、なんか落ちた。で、今回これをご購入いただきますと、もう一本ついてくるとか。あくまでも個人の意見ですって。あ、でもいいね。ありがとうございました。わざわざ出していただきまして。これ置かれるよ。ありがとう。あ、来た、ほら来た。もう何をやってんの。何やってんの、あの人。何を一人で遊んでるの。取り込んだ。誰に買ってんの。みんな準備できてるのかな。これからもう珍獣ミチコって呼ばしてます。珍獣ミチコ、珍獣ファイル。めっちゃ怖かった。びっくりしたわ。向こうがびっくり。向こうがびっくり。すみません、ありがとうございました。ありがとう。あ、ワンちゃんいてたんだ。かわいい。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。もうしんどいわ、登りが。じゃあ。寒い。ガスガスじゃん。よいしょ。はい。いいですよ。いいですよ。予約してないけど、あ、空いてたら行けるかもしれない。マキオさん、こんな美味しい。大きいやつね。あれ美味しいね。最後の。いいですよ。ありがとうございます。グリーンルームっていう名前ねえ。いきますよ。ちょうどいいかな。ちょっととりあえずめぐみさんのところに集まってもらえたら。今どれ答えてかちょっと俺にも分からなかった。
そっちの方がいいよ。いざ大体カメラあっちに置いたらもうこっちバックやりじゃねえよ。みんなビッシュね、顔出してよ。あーいい、聞きますか。いくよ。ちょっと待って、はい、チーズ、もう一枚、はい、チーズ、オッケー、はい、皆さんも本当にお疲れ様でした。雨の中なんか撮ってほしい。 3メーター撮ってあげますよ。はい、ちょっと待って、うん、オッケー。ゆうさん、撮ってあげます。どうぞ、おこんさいで。雨ってなかなかないでしょ。はい、いいと思う。はい、チーズ、もう一枚、はい、チーズ、あ、いい感じ。はい、てくださいよ、どんどん行くよ。夫婦シリーズでどうだい。夫婦シリーズ、私も行こうかな。はい、はい、チーズ、もう一枚、はい、チーズ、オッケー。皆さん行こうか。皆さん飛びます。さっき多いわり飛ぶって言ったけど、ちょっと待って。はい、行きます。はい、はい、チーズ、もう一枚、はい、チーズ、はい、ほんと入って。帽子一緒です。帽子一緒です。みんな一緒でしょ。はい。おやじさん帽子もあのサングラスが入ってます。いきまーす。はい、チーズ。オッケー。めぐみちゃんと。ああ。はい、行きまーす。はい、チーズ。オッケー。撮ってほしい人いますか。いいですか。立っていいですか。オッケー。ほんならゆっくり帰りましょうか。腹満タンやな。体調取らんでいいの。いいです、いいです、大丈夫です。いつも、いつもビュこうやって撮ってあかんじゃん。あの今日団体で紛れます。あのラオポーズは後日。もらったの、このもらったのけど、なんかいっぱい買ったから、こういう足がこうなったから、よく痛いよね。あ、ちょっと閉まっちゃってるよ。適当に刺してもらう。あの音楽の服とかな、ちょっといろいろね、ゴルダシーな、あれも服買うじゃん、なんかジムの服買うじゃん。誰言うたそんな。ほなぼちぼちおりますんで、よろしくお願いします。ナイスピークハント。そうか、点です。じゃあ2名だっけ、下山開始12時40分
三段。みんなやっぱり変態やな、ヤマト。すいません、これね、この辺にどっかに入れてください。うん、二条山で電波ないねんな。ほんまに低いから入りそうやんね。うん、いっぱい落ちてんで、いや、多分これ道のあれ、まあ、この間登ったとことはなんとなく違うと思う。向こうはもっとザラザラしてたもん。あれはな。うん、これザラザラしてないから、やっぱり、ね、階段で一番なってるから、うん。あそこはもうズルズルってなるから、そうそうそう、ザレザレやったからね。うん。全然違うよ、ここと。うん、うわぁ、お茶滑落。うん、そう、雨足みんな置いてくる。みんなおくまちゃん置いてきた。そう、置いてきた。
こっちからも行けるんですかね。あ、そっちから行ったら、あの、一本松です。一本松って、そうですね。30の方で。めっちゃルート多いですね。めっちゃある。もうヤマップに乗ってないルートがいっぱいある。なんか矢印してくれてます。十三、十三って書いてあって。あ、行きます。あの優先でお願い言って、はい、あの一方のバスとかあるんですけど、はい、ここに出るようになって。ヤマップさん洞窟になってる。いや入られへんあんな。あそことはスケールが違う。あんなとこもゲジゲジとか何がおるかわからないよね。穴があったら入る思てるやろ。ちょっと葉っぱを脱ぎます。暑すぎて上ちょっとすいません。よいしょ。なんかわからへんけど。ね、うん、ここめっちゃ綺麗かった。めっちゃ綺麗かった。あ、秋綺麗ですよね、ここね。一面巻き木に詰められて。優先寺のとこはね、紅葉しちゃったらめちゃめちゃ綺麗ですけどね。あれ今年見れてないな、マカカの時。これやな。自然に帰るんか。帰るよね。これでかいね、この一面。あれやな、緑やね。そう、これはここ。0.5 まで。するともう異常なぐらい足長くつるから、0.7 ぐらいがちょうど 0.7 とかあるんですか。あるあるある、あの広角で、足長で、0.7 ぐらいやってみようかな。0.7 ぐらいがねちょうどいい感じかな。あの下のところを1.5 で。あれね、はいはいはい、あそこに日本の鳥の山鳥がよく出没するのが多くて、この木すごいと思います。去年はちょっとここはこれ一番木なんやん、すごいな。
石やからね。銀杏の若い子がいっぱい落ちてるね。銀杏の何ですか？あ、銀杏ね。禁断なんか、さまざまな禁断。そうそう。禁止の音だ。禁断の何私はめぐされない。禁断の美味味。暑いやろ。脱いだわ、私も。暑いから。蒸れてきた。サウナスーツ着て歩くみたい。これはいかん。若い銀杏、こんなに落ちてんの初めて見た。13時04分。いやなあ、これ滑りそうやな、これは滑りそうやな。なんすよね、もう。あ、優先のとこ出てきたんだ。よいしょ。
天時が13時15分。2週間前にも来たで。この間来た。2週間前にも来たで。来た。よし、あいつよ。みなさん。あ、みなさん、みなさん。みなさん、ここ。みなさん、ここ。真ん中、真ん中。じゃあ、0.7 ぐらいとっておくわ。はい、ポーズ。はい、OK。あ、なってる、なってる。やってやって。皆さん、入って。ミサ入った？入りました、無理やり。これで、ユーティが優秀。これ、終わりです。終わりだ。ここは、ここに入るだけ。あと、セメントの木を。暑いな。でも、動かな。まだ。ここからでも、ここから。いろいろ、手はい、そこストップ。写真撮るよ。はい、今日。あそこへいな。おー、いい感じ。ここで、ここが優先です。わー、通り過ぎた、確かに。すごい。すごい。あ、疲れ山。もうお二人だけその手を振ってくれるのありがとう。ありがとう。常にカメラ。めっちゃ早かった。はい、そう思ってました。あの人の人たちは、一緒に、さっきの大岩へは、こっからまっすぐ行ったら、もう10分ほどです。10分で行くから。そう。だからめっちゃ降りてんねん。わかる？それはどういうことかわかる？めっちゃ降りてんねん。もう下山できるよ、みたいなぐらい。もう。めっちゃ降りてんねん。椎茸ちゃう？椎茸やる。椎茸椎茸は生えてないよ。椎茸はあれよ。秋よ、あれは秋よ。その椎茸をするための。木じゃない。まあまあ、そう、椎茸あれする。そう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 。おかしいな。栽培すんねん。小学生一人おるんですから。言葉の何ですか。誰が食べんねんみたいなこと言う。めっちゃバター焼きにしたらめっちゃうまいね。これ800円と600円だからね。じゃあめっちゃ迷ったよ。私だけ作ったことあるわ家で。きっとあるもんな。あるある。そら新鮮な、あのでっかいの育ったら嬉しいで。そうやってそれなりに定期的になんかこう水やったっけ。あ、そう。なんかちょっと神経ないとかね。そう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 。だからどこでも育つわけじゃないと思うんだよ。で、やっぱ普通は山のああいうとことかにしてるもんな。霧吹きみたいなやつ。いいで。あのなんか結構いらんもんあれ。倉庫じゃないけど、しっかりやけどな。うん、そこでやった。買ったらよかったのに。ベランダやったら無理やしなぁとか言って、うん、ベランダめっちゃ木が軽から、うん、買ったらよかったんって、うん、買うねんって言ってやってみ、何事もチャレンジよ。そうやね、あんな棒やと嬉しいだけどな。そうそう、あれ椎茸の木やな。多分ああいうなんやろう、田舎のさ、あ、食べ道。え、いや、これはヘビ。え、これはこれヘビチョコが食べられへん。これ食べられへん。これは食べられへん。一回食べてみて、ミッチ。食べてみて。何事も経験やん。みんなヘビイチゴやな、これ。ヘビイチゴ。ヘビイチゴ。
みんなヘビイチゴ。あれはあかん。食べれないんですかヘビイチゴ。ヘビイチゴだけはあかん。あかんあかん。ヘビイチゴじゃないと思う。普通のキイチゴやろ。キイチゴ。そうそうそう。もっとあのプチプチっとしてるやつ。あんなあのイガイガってしてるんじゃなくて、プチプチっとしてるその実あの。ちっちゃい丸いの。何個も食べた。うん、だからキイチゴやと思う。食べた、食べれって言われたから食べてた。食べれんですよ。言われたっていうか、まあそこからは一人でず、何回か友達と行った時に食べて、そこから一人で行った時に赤いの見たら食べとった。赤いの見たら食べたかわ。次でも食べれるかなって。もう食べれるやろ。ちょっとぐらいじゃ大丈夫やんか。うん、美智子さんは大丈夫。いや、どんどん食べて、ヘビイチゴ。まさに2年ぐらいかかるって、ちょっと。嘘。2年もかからなかったっけ？きっと。きっと、あって、あれ、やってたけど。おる？いつもいてるもんや、思ってた。あ、なんかでもほら。こういうはおるな、あれこういやな、あれこういやわ。北の国の方に行きたい。ジャンジャンだるま。うんうん。なんかおいででかいの。めっちゃでかいで、あれ。こいやで、こい。こい？うん、こいや。でかー。ニシキゴイのあれじゃないかな。普通の声あれじゃない。昔なんかコイとかも食べてたやん、ね、食べとった、あるある、コイの食べれず。ニシキゴイじゃないけどあれはね。そう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 。尾だけで目だけで、あ、今見えてないけど、あのあそこのこの山の向こうがちょうどあの馬の背なんでしょうね。うわ、でかいでかい、え、すごいすごいすごい。急いで来て。はい、もう帰りや。ね、綺麗やな。それまたでっかいごちゃきるんじゃん。あのゲゲゲの鬼太郎のあのポストみたいな、あれ可愛いですよね。ああ、そんなあんの。まあちょっとこう、妖怪ポストみたいなのがあんの。イノベーションしてると思うんですよ。うん、ね、うん、うち、ここを見ていってもすごいお家ばっかりあるよね。あの、熱帯魚、熱帯魚コーンかな。山の上で。でかくて。ほんまよかった、ほんまよかったよ。最初、富山集合、富山集合やったんちゃうかった、あれ最初。うまっ。確かそうやったな。うん。ニーパークまで戻ってきました。13時49分。到着。到着です。ソフトクリームでも食べて帰ろうか。
またこれにこれ。ほんでさっきおったあの上の3名の女性の方はあの1名はね三重三重で職場がもともと一緒やって、うん、で前もちょっと登ったりもしとったんですけど昔20年ぐらい僕が新米の時に1回山登りに連れて行ってもらったとか、またそのつてで何かあったらお誘いください。3人ともアメロックに住んでますんで、めちゃめちゃ近くやなんかインスタもしてる、ねね、知ってるって言ってたんでまたお願いします。今日はどうもありがとうございました。カメロもいろいろ風呂やら、食べるとこなんかコーヒーあこう美味しいんでカメロも美味しいんで、ね、まだ道の駅今日はまだ空いてるので、ね、もし行ってもらいます。知らないね。ということでまたよろしくお願いします。お疲れ様でした。みどりさんありがとうございました。念願のパン食べれましたんで、ありがとうございました。はい、写真も入れときましたんで、ありがとうございます。また投稿も素早いわ。動画は Google フォトで生データ送るようにしますんで、今の LINE 掘り込んだ多分画像が合わせて悪いと思います。生データ送るように、ほんでそこからダウンロードしてもらったら取れると思うんで、お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。空いてるからちょっと見て、さっき行くところ空いてるからちょっと見て、相性最後でみんな敬礼しとかない。右手でしなあかんやな。左手に行く。また悪いわ。もう来た。お疲れ様です。そうやけどね。うわもうなんかいや絶対あるね。ほんでなんなんこの10すごい電車走ってるような感じ。ほんまですか。顔もしたね。で後ろ誰も来えへんから、はいはい、そこでも座れとかある。いるかもしれんけど、何か意味ある。いや、うん、レールは電車が走りやすい。電車出してあげてください。イエーイ。どうぞ。いい感じ。うだけ行かないそうです。画像とかとのみんな加工する。よいしょ。待ってます。くまちゃんの冒険です。これから美味しいと思います。美味しい美味しい美味しいって。なんて美味しい。出てくるんだよね。なんか食べたい。もうあ、相手がいけるかもしれない。はい、皆さん行こうか。はい、あれ、どうか多いよ。なんか。うった。うわ。お二人、お二人だけそのそれはどういうことか分かったわけじゃないと思うんだよ。やっぱお疲れ様でした。お疲れ様でした。